はい、どうもコルピ健康です。ここです。ようです。はい、今回は中古ドライバーということなんですけど、まあ、ちょっと前のモデルのクラブを打ってみましょうということで、ピンの、2019かな、G410 ドライバーをちょっとこの430もあるんで、うん、ちょっと比較で打ってみようかなと思います。今回はね、この410のプラスと G430 のマックスの比較ですね。でこの410の時がイメージ的には渋野がだいぶ長く使ってたんじゃないか、430に最近 LST の他のしてますけど、425はあんまりイメージないですよね。425はもうダウンがすごいっていうイメージしかないですけど、まあ、とりあえず打ってるところを友のねフォトスピード45ぐらいと量の50ぐらいのやつちょっと両方見てもらえようと思います。はい、ね、シャフトがねカスタムでねヤマハの ZF50S 入れて打ってるんで、うん、まあ、ちょっとそれ見てもらいましょう。はい、はい、そう、濃い玉だね。でも曲がんないよ、こっちの方が。うん。いいんじゃない。こう。なんだ。いつも通ってる。若干。うわ、いいよ。特徴はそいつやろ、絶対分かる。66.5。うん、そう、全部や1ぐらい出るよ。わぁ、ナイスしてな。以上。うん、止めていいよ。64.5。うん、あーいいね、これ飛ぶね、開けたね。どう、86.1。あーいいね、66.5。え、いいじゃん、そいつ任す。うわ、ないっしょ。それで出力出るの65.6。はい、見てもらいましたが、まあもう数値の比較からいきたいと思います。先に、410友の数値ですけど、ボールスピードがね 64.9、まあ、これ平均ですね 64.9 で、キャリーが 236.7、 トータル 263。 あ、そこそこまとまった球は打ってますけど、スピン量も結構少ない方ですね。で、打ち出しは高い 15.9 度、うん、でも動画見てると、割と捕まり傾向ですね、うん、でも割とこう打ち出してちょっとスピンが少ないのはちょっとシャフトのおかげもあるのかな。純正のやつ結構スピン多いイメージなんで、ピン、うんうん、もそこまでロースピンでぶっ飛ぶって感じないんで。で、430の方が 65.1 初速ですね。で、キャリーが 233.1、 走距離 260.7 で、スピン量が 2307、 打ち出しはまあ高い方ですね。これ、まあ、比較で言うと最新の方がボールスピードはねわずかに出てる、だけど走飛距離で言うと410の方が出てる。で、左右ブレで言うと410の方があまりブレてない数値な感じはするんですけど、ちょっと430の方がね、ラスト2球がねちょっと右プッシュでスピン多めで入ってるんで、そういう数値なのかなと思いますけど、
まあ多分これヘッドによる浮きやすさにすごい直結してる感じしますけど、トモははっきり言ってどちらのヘッドも割と広いところではかなりの捕まり傾向ですね。普段トモがパラダイムのペルペルダイヤ使ってますけど、あんな左打たないですよ。だからやっぱりヘッド特性っていうのはね、やっぱそれぞれメーカーによったりとか各ね、そのヘッドのモデルによっても変わりますけど、トモにとってこのマックスとかプラスっていうのは結構捕まり傾向になってますね。で、左行ったら左そのまままっすぐ行くとか、あまりフェードスライス系はしないかなという感じなんですけど、右にね、出そうとしたら本当まっすぐそのまま行って、この430なんかは右にね、プッシュして27ヤード、15ヤードとかっていうのがあるんで、その時はちょっとやっぱスピンが多くなってるなっていう感じはあるんで、本当に交換性オーメントっぽい、かなりそのスイングのプレーンというかヘッドの挙動に対してそのまま出玉が出ていって、ボールの着弾もそのまま過ぎますね。まあでもかといって410の方が若干動き方と球の軌道になっているんじゃないかなっていうふうには感じますね。でも初速はね430の方が出てるっていうところがあったりね、最長の飛距離でも言うと一番飛んでるのはね430なんです。だからこれはだから本当に右プッシュの数値はちょっともったいないなっていう、だから本当そんなに差はない、もう本当ヘッドの好き好みにともはよります。どうです打ってて。そうね、もうまあどちらとも球が高いのはもう確かにね、少し410の方が小ぶりに見えて扱いやすそうな感じはするよね。まあ量の方の数値なんですけど、量も、410がボールスピード 74.8、キャリー 274.6、 トータルが 293 で、スピンが2979です。打ち出しは 17.3 度、高っ。で、430が、ボールスピード 74.8、 キャリー 275.8、 キャリー、トータル 297.1、スピンが2716、打ち出しが 15.6 度です。初速変わりませんでした、平均ではね。で、飛距離の差は430の方が、トータルでは4ヤードぐらいアップして、スピン量も、200回転ぐらい430の方が少ないのかなっていう感じはするんですけど、まあ、数値上から見て、全く好きなドライバーじゃないというか、っていうのも2人ともピンのドライバーね使ってないんですよ。410もだけど400も買ってないかな、とにかくピンのドライバーね買わないんですよ、僕ら。分かってるんですけど、まず飛ばない、合わないから飛ばないっていう言い方にしましょう、合わないから飛ばない、打ち出しが高すぎる、スピンがそこまで、ロースピンじゃない、初速も出る方ではない。あと曲がらないと言われているが、で割と僕らは結構インパクトゾーンのドローを入れていくようなイメージっていうのがあるんで、結構捕まるドライバーで、さらに、もう捕まるのを見越してちょっと右に打ち出すかとか、ちょっと捕まりにくいやつを叩きにいけるか、トリプルダイヤみたいなやつとかっていうので言うと、ちょっとオートマチックすぎるというところがあって、あまり2人ともつかないところはありますけど、これがマックスとのモデルだからっていうところもありますけど、僕はあまりどちらも好きなヘッドではないですけど、見た目的には410プラスの方が、トモも言ったね、ちょっと操作性っぽい雰囲気があるんじゃないかなとは思いますけど、低ヘッドスピードタイにおいて、43以下ってね、あんま曲がんないんですよ。そもそもヘッドスピード的に、打ち出し方向に対して、今言ったね、割と直進していくっていうところで言うと、ミスにも強かったり、ある程度コース内では収まってくれるよねっていうところはね、計算はつくんですけど、割と僕らはね、球高いんで、そしてちょっとドロー結構打ちに行くタイプなんで、曲がっていく、すごいハイフックみたいな球っていうのは結構ラウンドでもね、ピンのドライバー打ってると多いですね。本当飛びっていう感じでは薄いですけど、安定性を求めていくので、言えば、わりかし結果は出しやすいんじゃないかなとは思いますけどね。LST もね、そこまでロースピンじゃないんでね、歴代のモデルもね、
まあ、この間の4-2票っていうのがちょっと特別なね、ダウンと打感してますんで、まあ、でも410のプラスなんかは渋野が使ったっていうところで、値段もまだ全然高いんですよね、うん、3万円台とか普通にあるんで、うんうん、でも悪いドライバーではないと思うので、まあ、ぜひ中古のショップとかであったらね、打ってみて検討してもらえたらいいんじゃないでしょうか。はい、以上です。はい、ありがとうございました。